マウリツヨ・ゲルベ・ソナズは、イタリアのイタリア統一運動時代の軍人、政治家、愛国者である。第二次イタリア独立戦争で、最初の大規模な戦闘となった、モンテベロの戦いを勝利に導いたことで知られる。モンテベロの戦いで決定打となったマウリツヨ・ゲルベ、ソナズ率いる、騎兵隊1816年11月26日、サルデーニャ王国のトリノにおいて高貴な家に生まれる。 父親は、ナポレオン体制下で公職についていながらも、家計は代々サボや家に忠義を示していた。軍人になった後の1835年には、サルデーニャ軍のノバーラ第五連隊に中尉として着任。1842年にはその能力が高く評価され、連隊の指揮官に任命された。1848年、第一次イタリア独立戦争の際には、 クストーツァの戦いに参戦し、その部君を称えられた。続くノバーラの戦いにも参戦した。1850年には、騎兵隊のモンフェラーと第13連隊の指揮官も、兼任するようになり、1851年には、階級は中佐へと昇進した。1859年、第二次イタリア独立戦争が勃発した後は、当初は、フランス軍の旅団と行動を共にしていた。 しかし5月19日から20日にかけては、槍兵部隊のノバーラ第5連隊、アオスタ第6連隊及び騎兵隊のモンフェラート第13連隊で構成される軽旅団を率いて、モンテベルドの戦いに参戦。オーストリア帝国軍の防御を打ち破る功績を挙げ、彼の率いた攻撃は、同戦闘の勝敗を分ける決定的な一手となった。結果フランスサルデーニャ連合軍は初戦に勝利を収める。 そのことからモンテベルドの英雄と呼ばれ、後に、フランスからは、イタリア人かつ、フランス軍に所属経験さえないサルデーニャ軍の兵士で、ありながら、レジオンドヌール勲章を授与された。その後、プロンビエールの密約に基づき、サボイがフランスに活上されると、ゲルベは、ナポレオン三世により、フランス軍に勧誘されるもそれを断っている。1860年には、 第一師団の指揮を任され、1861年には、新生イタリア王国政府に従属せず、反政府活動を展開していた山賊を、複数殺害する、ポンテランドルフォトカザルルニの虐殺を起こした。当時これは新政府を脅かす勢力の撃退として、称賛され、これを契機に、中将の地に大将へと任命されている。1866年には、 第三次イタリア独立戦争に参加するも、活躍の機会はなく、終戦を迎える。その後1867年には、サボイア軍事勲章評議会のメンバーとなり、1870年には、イタリア王国議会の上院議員として政界に、進出した。軍人を引退した後は1892年5月21日には、トリノで死亡した。ありがとうございます。